01劇場、1月15日、アンチ相手にくるちゃんとカップル路上漫才の、ま、イエーイイエーイよし、ありがとうございます。負けないぞ。ごちそうさまでした。コンビニ行こう。コンビニ行ってタバコ買って、で特定されないようにラーメン食べて帰ろう。帰ろう。ラーメン、締めのラーメン、締めのラーメン行って、で次はさっき祝電しないなら教えるってリスナーさんがね、行きたいって言うから、なんか入れ歯取れたような喋り方してるけど大丈夫。そうやって言ったらやっぱ祝電するんだから。あ、ここタバコ買うわ。クイちゃん持ってて、これ。ハマグリめっちゃうまかった。ハマグリっていうか本ビノスね。はい。あ、ハマグリうまかった。うまかった。ハマグリ裏から、裏から焼くんだな。裏から？あ、そうなの。一回喫煙所行ってラーメン屋調べよう。ラーメン屋分かってる？案内していいじゃん。タバコ一本吸いたい。喫煙所行って。はい。喫煙所行って。プルちゃん、俺ここ狙ってるけどね。ここ？嫌だよ。嫌なの？何？その狙ってるラーメン屋近いの？近いんすか？うん、向こうだよ。そうだよ、女は守るもんなんだよ。あ、どうもどうもどうも、ありがとうございます。どうも、守られてる。あ、社長、社長ありがとうございました。いや、とんでもないです。どうも、また来ます。もう社長と仲良しだ。社長とうまかった。あれ、太鼓さん、いいんだよ、ここは喫煙所だから。どこ行ってもお前は祝電される加配信。いや、祝電する方がどう考えても悪いよ。だって許可取ってるんだから。ベイヤンいらっしゃる。何回もね、必要に必要に電話をして、迷惑行為だよ全く。だから許可取ってるんだけど、何回も何回も祝電がひどいから、お店の方もね、やめてくださいってなるんだよ。祝電してる人が悪いんだよ。そうだ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 。なんで許可取ってもダメなの？その理由を教えてください。え、正当な理由でね、祝電してるやつなんていないんだよ。ただね、嫌がらせなの。かわいいかわいい、くるたそ。もう本当にくるたそ、かわいい。店員にかわいいかわいい、しつこいからやめ終えずね、店員さんも配信やめてくださいって言わざるを得ないだけ。配信しなければいいっておかしいだろ。そうだ、祝電しなければいいだろ。そうだそうだ、来る。
そうだぞ。楽しんでるよね。いや楽しん食べてるだけなのに。タヌキにしないでよ。せっかくのデートなのに。久しぶりのね。うん。ゼロワンのせいで。俺のせいなんだよ。全部ゼロワンのせいなんだよ。俺のせいなの。私一人でここ来た時は祝電されなかった。俺が悪いの？うん。困ったもんな、うちのリスナーな。そんなリスナーもリスナーだから。うまかったわ。うまかった。めっちゃうまかった。ここはもうプライベートでも何回も来たいし、誰か連れて行きたいし。赤羽、トロ、うん、トロなんていうの？トロタク？トロタク？箱種の箱。箱。トロ箱？トロ箱。トロ箱。トロ箱？トロ箱か。トロ立て。やっぱりあれじゃない？箱立てから直輸入してんじゃない？ああ。それなんて読むの？53号。トロ箱。うん、トロ箱。トロ箱？トロ箱うまいわ。まあ、タバコでも吸えよ。やめて。ほら、一口吸えよ。めんどくさいんだよ、タバコ休憩をね、ちょいちょい挟む。一口吸えよ。タバコ吸うやつ特有の。一口吸えよ。キモい。一口ほら、吸えよ。いやだ。うわ、煙が。うわ、私も、副流煙で、副流煙で事情縮まってるんだよ。ゼロワンと一緒にいるだけだよ。ゼロワンに尽くしてんのに。次は祝電されないように。俺たちの配信祝電してほしいみたいです。配信力が試される。じゃあ配信切れよ。特定あ、花火やらせてありがとう。ありがとう。ドヒュー。ドヒュー。ありがとうございます。くれるんだよゼロレスはね。ありがとう、うん、アンチは悔しいんだよ。俺がアイテム飛ぶからマンスリー、ね、マンスリー上位だからね。いくら？これでも何位？20何位だから。あ、そう。マンスリー上位なんで僕は。アンチがどんだけ嫌がらせしてもゼロレスは応援。だからね、フワチのね規約に書いてあったって言ってたならフワチから規制が来るはずだから祝電すんなお前ら。5年のゼロワンを配信始めて1年だよ。収入が1年だよね。去年その前の5月だから。ああ何年なの。過去5年って いつからの話をしてんの。そんなん5月になったら2年経つんだよ。うん、斉藤さん。斉藤さんは含めないでください。2年収入あるの。斉藤さんないよ。ないでしょ。今年の5月で2年だから、ね、過去5年っていつの話してんの。私だって最近稼ぎ始めたんですけどここ1年で。お、言ってやれよ。来る言ってやれよ。ういつのことだよ。言ってやれよ。我慢してないでいいからいろんな不満を言ってやれ。もなんでもいいから、うん、言ってやればいいよね。細咲きのヒロインだから。うるさいんだよ。何が？早く行こう。遅咲きの。早く行きますよ。8年で。いつまでタバコに付き合わせるんですか。8年で今でしょ。遅咲きなんで。両目に目に毎日つけてる人に言われたくないんですけど。嫌なのその8年って言われて。いや別に。8年でこれでしょ。私は8年誇りを持っているよ。おお、かっこいい。ニコ生からね。8年やってきてんだよ、こっちを配信をよ。おお、かっこいい。バカにしてるわ。バカにしてない。一番のアンチがここにいるわ。いやいやいや、8年でね、すごいじゃん。8年でこれ。自然体って感じでしょ。もうなんか配信で生きがってないって感じでしょ。今じゃフワッチ1位可愛いって言われてるからね。
誰が言ってんのそれは。みんな言ってるよ。誰も言ってないよ。ふわっちの女配信者で一番可愛いって言われる。なんか この人アンチだわ。よっさんのチンコしゃぶってね、体張って売名してね、すごいじゃん。ほらこういう流れになるの分かってるって言ってるんでしょ。知ってないよ、うん。まあ、ゼロワンよりは顔がいい自信があるよ。ゼロワンよりは夏子様とかはもうアイテムだけじゃん。閲覧がゴミじゃん。ゼロワンなんてね、母親のことゴリラ顔って言ってたから。くるちゃんはよっさんのチンコしゃぶって ね、母親に似たゴリラ顔だよお前。よっさんのチンコしゃぶって目から下がゴリラなんだよ、わかるか。 すごいじゃん。よっさんに感謝しろよ。おいゴリラ、売名してくれたよっさんに。おいゴリラ動くんじゃねえよ。よっさんに今感謝しろよ。ゴリラ動くな。よっさんに、はい、メッセージは、はい、よっさんに一言。よっさんは本当好きだよ。でもね、好きって言うとゼロマンが嫉妬するから言えないの。付き合えない好きなの、うん、尊敬ってこと、うん、あの片輪じじいに。ヨッサンと付き合ってたらどうなったんだろうね。私最初からヨッサンと付き合わないっていう条件で付き合わないけどチンコしゃぶって、うん、そうだよ、やろうとしたの。そうですよ。気持ち悪い。なんでそうなるんだよ。気持ち悪いなこいつ。え、でもさ気持ち悪い。俺そういうのないもん。なんでディスり出すの。売名のために自分で笑いに出してさ持ち上げて売名のためにチンコしゃぶってやろうとしたんですよ。え、じゃあ何人の女食ってるんだよ。気持ち悪いね。リスナー8人は食ってるからね。でそれプラス配信者だろ。気持ち悪いな。配信者だけで10人超えしてるんだよこいつは。配信関係だけだよ。俺はいいじゃん。私は10人超えてないからね。俺は売名してあげる方だから。配信以外を含めても売名してあげる方だから。リスナーにお金もらってよ。金なんかアイテムしかもらってない。セックス、キス、気持ち悪いよ。こっちの方がアイテムしかもらってねえよ。お前は売名のために体を売るゴミ女なんだよ。いやどっちが気持ち悪い。どっちものっち。そうですよね。来るの方が気持ち悪 い、どう考えてもゼロワンだろ。来るの方が気持ち悪い。今日メイドアク着させられてセックスさせられたんで分かる。気持ち悪すぎるでしょ。でなんか給料下げるよとかね、なんか設定つけてなんかしゃ語り出してんだよ。セックスの途中に一人で分かる。いいじゃん。そんなのは誰でもするよ。誰でもしません。します。しません。コスプレプレイなんてします。しません。とりあえずお前は。だってもうなんか自分のモードに入ってるの。お前は7年やって目が7年やって目が出なくてよさに。ご主人様って家とかさ。7年やって閲覧がゴミだったからよさに体を売るゴミ女なんです。え、じゃあゴミ女と付き合うなよ。うん？ゴミ女と付き合うな。変えてやったんだよ俺が。変わったなら言うなよ。変えてやったんだよ。一途言うなよ。一途な女に変えてやったの俺が。キモいよ。安売りしてるね自分の体を。ゴミ女から。じゃ変わったんでしょ。いい女だよ。変わったじゃいいじゃん。おう、おう、今はいい。今はいい女だよ。今は今まで付き合った中で一番いい女だよ。はい、じゃあそれでいいじゃん。今はね。もうね、肛門舐めろってうるさいんだよ。過去はゴミ。エルムネさんに調教されてるんだよこいつ。予算それを私に強要してくるんだよ。予算のチンコはどうだった。臭かったの。臭いチンコを売名のためにしゃぶってね。うん、ゴミじゃん。ゼロワンよりも臭かった。ディープキスばっかしてさ気持ちが悪い。予算のディープキスばっかして気持ち悪い。気持ち悪いよ。お前の方が愛子とこういうキスして気持ち悪いんだよ。え、ディープなんかしたことないけど。ここ愛子さんとね、この指越しでねキスしたりね。キスじゃない。他の人もだよ。唇ついてない。気持ち悪くない？お前はゴミなんだ。体売らなきゃな。体じゃあバイバイ。何がバイバイ。ごめんごめんごめん。違う。キモい。ごめん。本当嫌だ。ごめんね。本当に嫌だ。ごめんごめん。過去はいいじゃん。キモい。過去はごめんね。過去のこと言うのやめる。ごめんごめん。いい女なんだよ今。キモい。とてもキモい。過去はごめんね。公衆の面前でこんなことさせられる。過去はごめんね。気持ち悪すぎない。ごめんなさい。いっぱい人がいるんだよ。ごめん。本当に嫌だ。俺が悪かった。本当に嫌。ごめん。だから触らないで。バイバイやめて。ラーメン行きます。ラーメン行こう。ラーメン行こうよ。ラーメンはこっちだ。待って。